会えなくなってどれくらい経つのでしょう。出した手紙も今朝ポストに舞い戻った窓辺に揺れる目を覚ました若葉のように長い冬を越え今頃気づくなんてどんなに言葉にしても足りないくらいあなた愛してくれたすべて包んでくれたまるでひだまりでした。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をお願いします。ツイッター、インスタグラムもぜひフォローしてください。ここまでのお相手は虹色インコでした。